あれ？この CD、まだ少し余ってる。ミク？はい。尺稼げば？そうだね。じゃあ、今からみんなで楽器持って収録曲を即興で演奏し。ねえねえ、おかじさんとタブレットがちゃんました。残念だったな。それは拙者の特大ナスでございます。ちょっと、ごめんね。買うの忘れてた。ちょっと待って。なーによねんねん。お前ら人の話聞けよ。ミクねえ、何か喋ってるだろ。騒がしいわね。何かやるの？姉ちゃん、実はカクカク時間が。なるほど、面白そうじゃん。簡単に言うけど、大丈夫なの？こういうのは勢いでやるのよ。じゃあ勢いで始めちゃいます。ちょっと？それでは私からベース弾きます。次カイト兄さん、そこにドラムあるから適当に合わせてください。いつの間にカスタム立ってるの？アピラノは僕がやる。じゃあ私はボーカルで。ちょっとそれずるいわよ。ノープログラム。拙者は何か楽器を探してくるか。私も探してきますね。ドラムいります。おっと、ドラムデッドパールじゃない。私これね。みんな、さり決まってくな。俺も適当なラズベリーや。ハイピラノ入ります。最初は何を弾くの？妄想スケッチで。了解。騙すことが難しくないなら信じるのも難しくないでしょう。緑なんてなくてもいいかな。今だけ騙されてください。すまないでござる。もう、ナッポッパーファクション目的地。お待たせ、サックス持ってきました。待ってました。千年の独走が、行きます。これ、この後、すべて
する？どうしよう。ご視聴ありがとうございました。